さばきの作業はまずここまでです。外に出てうん、本当にもう基本的な、いわゆる網串ってやつですね。これセキちゃんあり。よし、できますか。これを見出してから今度は。白を入れていきます。あれは後で掃除してください、うん、半分掃除、半分金串を打って酢の物用に半分します。
んべんなく色目が焼き色がついてきたら、ごめんなさい。今度蒸しに入りますね。これがうなぎの動向です。あらかじめ入れてありますけどね。これ切ったのも入れて冷蔵庫とか入れてる、はい、これ抜いて